来た星のカービィディスカバリーでも。こんにちは、しのこです。星のカービィディスカバリーね、もう体験版が遊べるということでやっていきましょう。久しぶりの星のカービィ、何年ぶり、3年ぶり、4年ぶり。ワイルドモードと春風モードが遊べますね。ワイルドで歯ごたえのある星のカービィ、コインスターがたくさんゲットできるんだ。あ、その代わり HP が少ないって感じなのかな、体力が多く。まずは春風モードで遊んでいきましょう。どれどれ、なんか雪だるまの星の月。あら、久しぶりカービィちゃん。ふぃーペポペポ、あなた誰ペポ。あ、いつものスターですね。うわー、来た、春風とともにやってきた。もう花粉がすごいですよ皆さん。今僕今東京にいるんですけど、花粉やばい、春風が来てます本当に。おっと、これは何ですか、ちょっと軸の歪みじゃん軸の歪み、ちょっとアルセウスやってるからもうすぐ軸の歪みだと思っちゃう。軸の歪み来たこんな目あんの、カービィにあんな目あったっけおっと、ワトルディと一緒に、ワトルディがみんな吸い込まれていってる、まさか。なんだ、カービィは自分から行くのか。おっとあんな漫画みたいな目したっけ、ギャグ漫画になったかな。カービィは表情豊かですね。なんか大丈夫なんかコンペイトーみたいになったりネジになったりしてたけど、どうなりました、吸い込まれちゃったのか。ああ、ちょっと伸びてるし、大丈夫いつもの可愛いまん丸カービィじゃないじゃん、伸びて、ちょっと。すごい、めっちゃリアル。砂が。ああ、じゃりじゃり気持ち悪いんだよね、口の中が。わかるよ、カービィ。嫌だよね。ほちょー？なんか喋ってる？カービィが。おーって言った？ちょっと大きくしようか。わお、すげえ、すげえ、あら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 、まずは海を吸い尽くす、環境破壊は楽しいぞい。おっと、ちょっと違う人が出てきちゃいましたね。おっと、吸い込め、あ、なんか吸い込んで攻撃できたよ、今。いつものカービィですね。あー、ぽよぽよぽよ、かわいい、かわいすぎる、このもちもち。環境破壊は楽しいぞい。ほらほら、破壊しにやってきたぞ。お、すごい、破壊し破壊し。これ、あ、なんかスターを貯めるとなんかあるのかしら。なんだ、ジャンプ、ジャンプしてるよ、はい、ジャンプ、吸い込んでー、ポン、吸い込む、ポン、わーい。これ落ちたらどうなる、うん、この下とかになんかないのかな最初はないか、テクテク。あ、なんか誰かいるぞ、ワンちゃん、無視していっちゃおうっと。ほいほいほい、すごいね、相当自由だね。ほい、なんかチェリーゲットしました、チェックポイント。おーおー、すごいね、どこに当てて、上とかは、あ、ちゃんと蓋がしてあるのね。うわー、すげー、え、電気通ってるやん、え、すご、これ行けない場所は行けないと。ダッシュはないのかな、ダッシュはないなんかしゃがんだりしゃがんだりして、もう左と右って書いてあったら左行くっていうね、当然探索者の当然の。これは、おっとおっとおっと、痛い、吸い込んで、そうだよし、あら、まずは木こりから始めるぞい木は倒せないと。おめえウィスピーウッズか、おい、初めてのボス、定番。なんか硬いな。よし、
はい。ほら。何もしてないのに切りつけていくっていうね。なかなかの、なかなかのことやるでしょ、カービィは。全然相手が敵か味方かも分かってないのに、倒すっていうね。よし。ホバリングを習いますよ。はい。あ、なんか美味しいの、あーっけ。ほいほいほい。いっちゃえい。能力をするわい。ほい。吸い込んだ。バムバム。あらおらおら、ボーリングボーリング、ボーリングじゃーい。すごい、こんな置きボムできるんだ。置きボムじゃぞーい。大丈夫、こんな置きボムして。いくぞ。何でもかんでも吸い込めるわけではないんだね。ほい。ちょっと待って、こんな落ちたくなっちゃうじゃん。カービィは落ちたらどうなるとか。いきまーす。あ、なるほどね。すげえ、下の世界にはいけねえんだ。下の世界あんのにね。ちゃんといきまーすしても許してくれた。おっと、あ、ちょっと待って、ホバリングしたのに、あ、下に行きすぎるとホバリングがね、効果なくなるね、これ。あんまりちょっといじめないようにしなくちゃ。怒られちゃう。カービィ好きに怒られる。こっちは爆発できない。よし、行っちゃおう。ん？はちゃん？ここは？なんだ？あの、車。はあ？なんか全然敵に見えないんだけど。ワドルディ的な立ち位置かな、この子たち。吸い込んじゃうぞ。おーおお、え、まさか。知ってた。おお、すげえ。ででーん。こんなカービィ見たことない。いや、すごいね。カーボダーシュ、じゃーん。あらあらあら、すげえ、めっちゃ操作感いいよ、これ。これ体験版でね、試したうち。すげえ、こんななんかドリフトめっちゃやってんのに、全然、うわ、操作しづれーっていうのないんだけど。なにこれ、すごいね。さすが任天堂。さすが任天堂様。あ、いや、春、違う、任天堂じゃなかった、春研究所様。めちゃめちゃすごいっす、これ。なんて操作しやすいん。ほら。めっちゃ操作しやすいの。こんななんか、複雑そうなのに。複雑そうなドリフトやってんのに、めっちゃ操作しやすい。かっけえ。映画みたい、なんか。いいね。やば。夢が広がりんぐ。これ、どんなこ、あれが待ってんだろう。あら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 。キキキキ。楽しい。あ、もうこれはもう、上に行けってことだね。どんどん。ほらほら、コース取りだい。あ、え、こんなとこに、こんなお宝が、行ってみるもんですね。ほらほらほら、ドリフトで、全部取ってやるぜ。あー、気持ちよすぎる。ほらほらほら。よし、しまった。上行くんだった。ミスった。そう、全部やり直した。おい、何これ、何があった今。よく見てなかった。いくですよー、ブイーン。にゃんだ、あんあんって言ってる。あら、ワドルディが取られてる。カビ急げ。なんだ、カラスみたいなのにやられてる。すげえ、ちゃんと高速道路みたいな表示あったぞ今。あら、もう車じゃいけないか。くそ、便利だったのにな。でもすごいね、これキラキラしてる。展示されてる感じだった今。よし、どんどん行っちゃうぞ。
やー、これは探索しがいあってめちゃめちゃ楽しいな、これ。すげえな、さすがカービィ。完成度高く来てますね。おぉ、すごい。あら、だ、捕まってる、どんどん。そう、まずはあれか、ワンちゃんとカラスみたいなやつが敵って感じ。え、誰、君は。あら、かわいそう、怖がってる。でかいのに捕まえられちゃった。ライオンみたいなのも敵なのかな。これライオンのマークじゃない。ふう、大丈夫か、待ってろ。急にボーリング始まった。ボーリングだ、ボーリング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 。ほら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 、いいのか、うん、余裕だぜ。待たせたな。あー、出た、でででででで、でかわいい、かわいすぎる。ありがとう、助かったよ。でもあの子たちは、ワドルディたちはさらわれちゃった。何度も町を襲われてみんなで戦っていたんだけど、とうとう僕だけになっちゃった。早く助けに行かなくちゃ。なんかフワ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 言ってるね。ワープスターが来たよ。なっしゃんなら一緒に助けに行ってくれるな、ありがとう。君はカービィって言うんだよね。僕はエフィリンだよ。ちょっと読みづらいね、エフィリン、覚えなくっちゃ。エフィリン、じゃあ、はい、はい、これまずプレゼントね。環境破壊は楽しいぞい。ほう、すげえ、ステージセレクトに任天堂 e ショップあるぞ。ね、ステージセレクトで任天堂 e ショップ行ってみようぜ。違う違うってね、草原のビルディング行ってみましょうか。今んとこあれだったね、そんなに最初のステージでは難しさは、難易度はそんなに、あ、ちょっと変わっちゃうんだ。もう変わったから、ステージ変わったから、痛い、痛てて、怖い。おお、なんかチューリップを5本咲かせる。あ、そんなの、あ、いいね、ミッションもある感じ。ふむふむ、なんかこの空き缶は缶蹴り、缶蹴りをした、缶蹴りを100回したとかない、まさか。なんか寝て、おい。この子はバニー。これは、お、ここが開く仕掛けか。ケーキゲット。缶蹴り、缶蹴りミッションない、大丈夫。これは頬張る、あ、頬張れる。え、いいんですか、ガブーン。自販機頬張り缶ショット。え、待って、あ、すげえ。でも待って、あ、缶を、空き缶を、なるほど、缶をちゃんとどっかで貯めとかないといけないってことね。おお、ほんとだほんとだ。おい、おお、缶が、あ、缶が、缶が出てるけど、すごー、おもろ、すごいね、面白い。なんか来たぞ。倒した。はいよー。咲かせちゃうよ。お肉もゲット。ここも咲かせちゃおうっと。227スターゲットです。はーい。行きましょう。どこに行く？はい。あ、またあれだよ。ボムがいる、ボムが。
能力捨てて、はい、スイカ見まーす。ほら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 、ボン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 、能力がなくなった。どんどん爆発させちゃうぞ。イエイ、取っちゃうぜ。お、なんか三角コーンがキラキラ光ってるよ。これはどういうことだ。頬張る三角コーンカービィえ、突き刺しはすげえ突き刺しおもろ。どれどれ、突き刺しはどう強いかな。突き刺し、はい、つ、くし刺し、ここもくし刺しおもろ、いいね。あ、これか、くし刺し、うんよー、わーい、かぼちゃだ、かぼちゃスープだぞ。今日はこんなにかぼちゃいっぱい、おいよおいよ、くし刺し、くし刺し、すげー、あ、こんなとこにも見つけちゃうぞ。よし、他にはこんなとこも、これで下行けるんだ。ちょっと待ってね、こっち見てないから。ここほら、チューリップ咲かせるぞ。チューリップ2本、あ、残り2個あったのか。よー、チューリップはチェックポイントみたいな感じか。チェックポイント、ここ押すんでしょ、ダバーンすごい、なんか新しいとこ来たんじゃない。これ吹き出す水に乗って、あ、なんかちゃんとあるんだね、なんかが。これはこれ、これやれってことでしょ。あらーねえ、取れないよねえ、うまくと、うまくいかなかった、ちょっと悲しい。行くなー、ほい、よーし、なにこれ、カプセル、なんかカプセルゲットしたよ。で、ここで吐き出して上に登る。わーい、またワドルディが捕まってるぞ。おお、あ、2つしかないんだね。よし、来いや、ほら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 、ボーリング、ボーリング得意なんだぜ、得意だぞ僕は。あ、なんか来た、いつものじゃないこれあ、やばい、後ろからほらほんやろ、ワイルドエッジ、ほらほらほら、ほい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 、あ、やべえ、ほい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 、よっしゃー、プス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 、チーン、え、どういうこと、はい倒した、あ、ここすごい、勇者の剣みたいなゲットした、普通のソードやんけあー、回転切りとかあるんだ。じゃあ回転切り、ちょっとまだやってないからね、これ、あ、マイナスで速攻捨てれるんだ、ちょっと待って違う違う、なんかね、なんかなんかあ、ガードね、あー、ちゃんと操作設定あった。能力、攻撃、ジャンプ、ストックアイテムを使う、しゃがみガード、あー、オッケーオッケーオッケー、ため技か、あー、なるほどね、オッケー、イエイ、バドルディ助けました、ほいよー、およよ、すごい、まだまだいるじゃん、ふいででで、んかっけいい、かっこいい、いいね、ソードも悪くないしな、なんかクレベースみたいにいるけど、
これは？ででん、開ける、パコーン、あら、はい、あ、なるほど、こういう風に助けろってことか。おもろいね。これは？あ、ここ乗ったら出てくるみたいな、そういう仕掛けもあるんだね。なるほど、面白いじゃないの。こんなカメさんいるの？いた、やば。これ突き刺したいとこだけど、あ、あそこにあったぞ、今上に。ほら、でここで、よしよし、なるほどね。でこうやって、めっちゃ楽しいじゃんこれ。うーし、あらー、ワドルディいたの、あんなところにワドルディ。よし、3体、3体捕まえたぞ。よし、上行きましょう。ほい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 ほほーい、おっと、ほら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 、あ、ここほらね、中こういうとこにチューリップあるんだから、チューリップを咲かせました。めちゃめちゃ楽しいなこれ。やべえ、これちょっとセリフは超楽しみ。これはおもろいぞマジで。この全然、あー危ない、全然こうまだまだ使えるものが少ない中で、もうこれだけ面白いんだもん。やばい、待てよ、これどうしたらいいんだ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、危ねえ。待てよ、よしよしよし、こうか、上からか。え、結構難しかった、今危なかった、ワイルドモードだった、僕多分死んでた。ほら、くさ、突き刺したぞ。あら、ワドルディがこれでクリアみたいな感じかな。よし、行っちゃおう、イエイ。いや、楽しいね、最高だ。あ、なんかハテナあるぞ、ビルのシャッターを壊す。へえ、あら、こんなアイテムもゲットできんの。へえ、やべえ、これやり込み要素も多いし、これは楽しみですね。あ、すげえな、結構ボリュームあるね。ここで終わりかと思ったらまだありました、モールに響く雄たけび、やってみましょう。どれどれ、まだまだ遊ばせてもらくれるなんてありがとうございます、神ですね本当。なんかちょっとモールに響くだから、モールがあるのか、モールがあるのかじゃない、モールに来てしまった。カービィたち、カービィたちじゃない、カービィたちっていうか、もう一人どこ行ったの、ラフレシアみたいな名前。じゃ、僕名前覚えるの苦手でね、名前が名前忘れちゃった、なんだったっけ名前。すごーい、めちゃ広いやん、これはちょっと楽しみです。なんかキラキラ光ってるとこはあるけど、この絶対なんか、おーおー、すごい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 、何これ。このバナナ祭り、何、突然訪れたバナナ祭り、なんだこれ、なんかブルブル震えた、あ、なんか、おお、すごい、今日じゃあこれでいこうか。つー、つつい、こっちに何かあるのかと思いきやない、ここにもない、
こういうの気になっちゃうんだよね。わかる人わかるでしょ、あの気になる。なんか、お、なんだ、怖い、やだよ、うわすご、迫力、あ、ちょっとやめて、プニプニすな、クリクリしないで、ゴーカ、え、ゴーワンジュー、あ、ちょっと名前見えなかった、ゴーワンジュー、ゴルルムンバ、いたいたいた、ちょ待って、あ、外れた、やばいやばいやばい、なるほど、これで、ちょ待って、むずい、どうしたらいいの、なんか投げるつもり、おお、凍った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 、すごいすごいすごい、ほら凍らせるぞ、つつい、つつい、さあ凍らせよう、あ、ちょっともうつままないでお願い、ガチガチで凍らせろ、よし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 、凍った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 、凍ったガチガチ、凍った、お、本気出したか、来るか、なんか回り始めたよ、あー、こっち来てるのか、あ、目回った目回った目回った、よし、大チャンス大チャンス到来、やべ、はいはいはい、あー、ダメか、凍らせろ、ダメだった、凍らせれなかった、頑張れ、近くに寄って、尻を凍らせろ、あ、ちょちょちょ、やばいやばい、あ、凍った凍った凍った、よしよしよし、ほらやったぞー、遊んでくれてありがとう、体験版を遊んでくれた君にプレゼントキーワードを届け、プレゼントキーワード体験版クリア、もうこれみんなも体験版クリアしたことになっちゃったじゃん、製品版でアイテムがもらえるキーワードです、ゲームを進めると登場するお届けワドルビンでキーワードを入力してみましょう、いや、め、最高におもろかったんだけど、いやー、いいっすね、製品版ではさらなる冒険が君を待つ、そうだよね、だって3種類しか能力使えなかったし、吸い込みもね多分3種類、おー、すごい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 、いやー、これは楽しそう、本当に、いや、このちょびっとやっただけでめちゃくちゃ楽しかったからね、頬張りでこのシステムよく思いついたね、おもろ、めっちゃおもろいやんこれ最高に楽しかったんだけど、もう2、3種類やっただけでジョイコンをおすわしけして2人でも遊べちゃうよ、いいね、ワドルディを助けると街が発展、すごい、カーベイカフェまでできちゃった、楽しいお店でいっぱいに、釣りもあるよ、ガチャもあるんだ、これ体験できたね、すげえ。今作のコピー能力は進化する、なんだって
お気に入りのコピー能力をパワーアップさせよう。すごい。そして新た待ち受ける新たな物語。さらわれるワドルディたちに仲間との出会い。あ、ねえ、ウィスピーウッズこんなになっちゃった。ヤシの木になってる。謎の敵ビースト軍団の侵略。あ、大丈夫、なんか変なぬいぐるみにされちゃってたけど。カービィたちは無事ワドルディたちを救い出し、新世界に平和を取り戻すことができるのか。環境破壊ジョイ。でてて大王がやっぱりあっち側にいるのね。すごい美しい場所で戦うね、ステンドグラス。宇宙行っちゃうのこれね。宇宙に行く示唆じゃないの今の。続きは製品版でお楽しみください。いやー最高でしたな本当。はい、ということで、今回ねまだちょっと動画作るか分かんないですけど、さらっと体験版遊んでみました。だいたい30分ぐらいで遊べるので、皆さんもね、無料なんでぜひね、やって遊んでみて。あのね、車の運転とか、操作しやすいのにめちゃめちゃすごそうなアクションいっぱいね遊べるので、ぜひやってみてください。ということで、もちろん僕ね星のカービィディスカバリー、発売日から、実況ねスタートするので、よかったらそちらの方も見に来てください。ということで、土の子でした。いやー、カービィ最高だ。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。